はい、今回は、名人戦の、第1局をやりたいと思います。はい、名人戦の挑戦者に栗田、さんがなられまして、で、現名人の大関さんに挑戦した、形です。はい、じゃあそれではお願いします。黒番が大関さんですね。地に辛いですね。はい。そうですね、最近はここ決めない打ち方も流行ってきましたね。はい、こちら側から打つ、あれも、残したということです。そうですね、こうなって、そうなってみるとここの価値がない方がいいのでね、黒は。はい、ここの価値を少なく、小さくした格好ですね。そうですね。まあ、つけたんもあるんですけど、まあ、自然な打ち方としたら、ここに厚みが来たので、こう、入るっていうのが一番多いですけどね。はい。まあ、白はここに開けるので、まあ、白としてはまあしょうがないと言いますか、不満もないかもしれないですね。そうですね。まあ、ここでやめたのは珍しい打ち方なんですけど、まあまあ、ここの跳ねを見て保留した手なんですけどね。まあ、ちょっとこの跳ねるっていう手はちょっとこすい手なので、まあ、何もしない方が普通だったと思いますかね。普通にこちらに挟んでおいても別にいいと思いますし。ちょっと、これ1本で3-3っていうのはちょっと不自然な感じがしましたね。そうですね。まあこうやって、まあこの石をこうやってしっかり取っておくのもすごいいい手だと思いますけどね。はい。まあそうすると、まあこういうような進行になってくると思うんですけど、まあこれも本格的な白打ち方で十分やれたかなと思います。まあ、伸びもあるんですけど、僕はまあこういうとこ切りもありますし、この黒石がまだ死に切ってないんですよね。で、先手を取ってこっちに回る打ち方なんですけど、僕はあんまり好みじゃないですね。まあそれでしたら普通にこういう進行の方が後手でも僕は好きですね。はい。まあ、跳ね継ぐわけにも黒いかないので、まあ、この定石ですとね、まあ、こっち開いたとして、まあ、後にこういうね、楽しみがありますんで、大して稼ぎになってないっていうか、まあ、ここは結構ね、白の狙いになってきますんで、まあ、結構厚く打ってて、遅れてないかなっていう感じがするんですよね。はい、僕の感じですと。これはたとえ後手でも黒は、ここもしっかり受けて、大して地にならないという感覚がありますね、真ん中は。そうなんですね。ここでこう跳ねるっていう手が、まあこう打ったから、まあ打った手前っていう感じの手で、ちょっとこすい手で、
ちょっと僕は賛成できなかったですね。はい。帽子はさすがの一着ですね。はい。これで実利もそんなに白損してなく 黒は弱い石を作ったような格好になったので、若干白が打ちやすくなったイメージはありますね。ここもまあしっかり受けて、まあ、こういう薄い目を狙ってる手ですね。まあ、この飛び、ちょっと、まあ、わかんないですけど、まあ、こっちの方が自然な気もしますし、まあ、なんか、もうちょっとなんかないかな、みたいな、ちょっと思いますね。こう、跳ねでもいいですし、まあ、仮にこうやって、打っておくような手もあるかもしれないですし、まあ、これが打ってるかどうかっていう感じで、ですかね。はい、まあ、勢いコウになりまして。まあ、この別れなら黒も仕方ないかなっていう感じではしますよね。こうポン抜いてしのいけてるので、まあこれも大きい小さくはないですけど、まあものすごく大きいってわけじゃないですからね。そうですね、何か踏み込みたいところですよね。どれだけここポイント上げられるかどう、あれ上げられるかですかね、勝負は。そうですね。まあ、ここ出切ったんですけど、ここ白3目取って、ここで結構得したんですよね。そしてからのこれですと、ちょっと物が小さかった感じがしますね。はい、引いてここに詰められてしまいまして、ちょっとここ詰めに回るとちょっと白が良くなった感じがしますんで、なんかもうちょっとできなかったかなって思いましたね、ここら辺で。まあ、わかんないですけど、先に出てみるとか、そうですね、実戦は、一応先に損してくれたので、ここで妥協をしやすくなったんですよね。まあ、ちょっとよく研究しないとちょっと分かんないところではあるんですが、はい、まあ、ここが白うまく立ち回りまして、1局目は栗田さんの、先勝となりました。はい、それではじゃあ次回は第2局をやりたいと思います。はい、それでは失礼いたします。